Okay. Getting back to this, so we gotta dunk into the full room, final level. We can finally access the top level. Going from there, that two going from right there. I'm thinking it was the next area. Am I mistaken? Let's talk to her and find out. I gotta go back. Yes. Hold up. Last video. I need to see. Dead. Well, probably the others. Okay. First one. So where is he? I'm like, I'm watching one of my playback videos so I can just find this out. I don't want to like just run off and not know. Not being clear these days. Okay, whatever.遅いです。交流点はこのエリアの奥にあるはずですが、他にルートはないので、どうにかしな。私が父は殺されたんです。その仇をもうすぐ撃てるかもしれない。気負って当然です。それが
私の身が心配なだけ。心配してくれだなんて、私頼んでません。あなたは本当に幸せな人ですね。友達や親しい人に囲まれて、いつもいつもヘラヘラして。以前助けてもらったことは感謝しています。ですが、友達ぶって妙な気を回さないでも、私の心の中で何を見聞きしたか知りませんけど、私は、これだけ言いたいことが言える相手となら、何ですかそのお花畑の理屈は。そんな甘ったる、まったく、あなたって人は呆れ、にゃーいよ、これは。ご機嫌うるわしゅう。スエド、そこまで警戒する必要がありますかね。お互い、おや、あなた怒ってらっしゃる。さっすぐに。この人から聞きました。新田さんに何をして、いや、少しばかりお手伝いしただけですよ。ひいてはそれが私の望みを叶えることにもなる。利害が一致していますし。答えになっていません。新田さんに一体何を。進化を促した、とでも言っておきましょうか。彼は力を欲していました。それもとてもですが、今の肉体のままでは仮に力を手に入れることができたと。そこで仮に、彼は勧めを受け入れ、イーターと同化し、優れた能力を獲得して、イーターがデータを捕食して情報を蓄える。彼はデータを吸収して力を増大させることができるのです。その力に耐えられるよう、急激な力の増大の影響か、多少高揚状態にあるようですが。な、ゆうこさん、あなたがイーターと同化した時の、え、いや、こっそりモニターしておいてよかった。あなたの時は完全に取り込まれてしまいましたが、その点はご安心を。しっかり調整して、新田君の優位をバッチリ条件付けてあります。はて、あなたは何故何を起こるの。彼は彼の望み通りに進化しているのですよ。あなたは彼の望みを否定するのですか。限界と不可能が支配する現実世界の意図。スエドーさん、あなたはリエさんの正体に気づいていたんですか。彼女の精神が人間ではない何者かである。ただそれがロードナイトモンというデジモンだ。付け加えるとすれば、彼女の行為には、私、彼女は人類だけでなく世界そのものを破滅に導こう。これは私の望みとはかけ離れている。いや、もはや私の夢はあくまで世界の進化であって破滅ではない。そこでお二方に提案です。我々は最終的な目標こそ違えど、現ここが一つ、お互い協力。彼女がデジタルウェーブの制御に使っているプログラムは元ゆえに、私ならば造作もなく停止させることが可能です。ですがロードナイトモンさんに襲われたら私など。そこで当座の目的達成までボディ、ここは彼と協力しましょう。少なくとも今すぐにでも世界を滅ぼそうとしているリエさんよりは話が。いやいや、いざ。
His mask and his excellent point. This is what's gonna happen. I'll save just in case we run into anything. Gotta watch our steps. He's with a bitch. Completely miss it. And let's try this again. Surprised that one of those took you all the way back to the beginning. Now I'm curious as to where. If another thing led to, I don't want to go back and then, like, not do it. Fuck it. Waste time or something.
What the hell? That was just a dick move. ようやく到着しましたね。あれが交流点。待っていたぞ、人の子よ。His human voice is like so dirty. Oh, it's you again. If he sounds like a smug bastard in English. ここを通すわけにはいかん。リエさんはロードナイトモンはどこに？答える必要はない。お前。いや、ちょいと失礼。一つ聞きつ。スエドーさん。スエドー？ロードナイトモンに協力。奴の策略に気づかず、人間を裏切っていたとは、なんとも哀れだな。事実とは少々異なるようですが、まあ、さまつなことだ。それより、クレニアムモンさん、あなたもロードナイトモンさんと同じく現状。イグドラシルの意志は、人間世界の破滅だ。他の動植物のなるほど。なるほど。では、私に協力して。なんだと？私は人間を進化させたいと考えています。愚かしく惨めな存在から、これより生まれる完璧なまでに美しい世界を今日。そうなれば、あなた方デジモンとも、隣り合う世界の住人同士、問題なく、どうです？他の種族の進化に貢献できる、またとない機会です。知的生命体として、これ以上ないほどの晴れがましい機会です。理解できない。In other words, no. お前事だ。検討するまでもなく、そもそも。どのような申し出であれ、貴様への協力は人間への協力に、それは。イグドラシルの命に背くことと同意。花から誇り得る。やれやれ。神への猛獣ですか？貴様、我が忠義をぐっ。思考の停止、意志の欠如。まったく嘆かわしい限りですね。変化すれ。己、イグドラシルへの忠義こそ、誉れであり、誇り。
我が輩が破れるとは我が輩の心には迷いと疑うことかイグドラシルへのそしてルフトモンたちへのわずかなものではあったがそれが弱さといや
そういうことは先に言っておいて欲しかったですね。クレニアヌノンさん、たとえ弱さであったとしても疑いの心を持つということはそこにある。それは紛れもない変化です。私はそれを憎らしい。やはり見つける。いやー、気悲しいですね。なんとは白々しい言葉ですね。反論はしませんが、事実は事実。どうあれ、悲しいことは悲しいのですよ。さあ、これで供給は止まりました。エグザモンは力を失い始めるでしょう。スエドーさん、あなたも父の死に関わっているんですか？お父上の死は残念でなりません。彼が描いていたエデンの理想像は本当に素晴らしかった。ロードナイトモンの暴走を止められなかったこと、それに家族を失う悲しみは。ロードナイトモンは父の作ったエデンがデジタルワールドを蝕んだと、父やその子供たちにも罪があると、だから人間を滅ぼすのだと。自業自得、本当にそうなんですか？あなたは真実を知っているんじゃないですか？おやめなさい。悲しい記憶を取り戻すのは、しかし私の理想が叶えば全ての人間悲しみから解放されます。もちろん新たく私はこの世界から悲しみを、生まれてしまった悲しみ、悲しみを生み出す原因を、悲しみが人間も世界も私がこの手で進化させてみせる。めちゃくちゃです。正気とは思えません。そんなことできるはずないのに。そうですね、これも悲しい。ではまたいずれ。悲しみをなくしたい、そんなこと不可能に決まって。でも絵空事を言っているようには見えなかった。私には Fascinating. All right.